はようございます。香織です。今日は昨日の旅のお話の続きを話したい思いと、あとは今読み始めている本の読書感想文を語りたい話とかね、まあ、テーマがね複数増えてきてしまっていますが、とりあえずね、まあ、旅の続きのお話からしますね。で、私はね、一泊で2軒行くとかね、結構強行スケジュールで弾丸旅行をしていますが、まあ、その目的の一つっていうのは、まあ、47都道府県を、まあ、とりあえず一度ね足を踏み入れてみたいという、まあ、そんなこだわりというか目標があります。で、あとね行ってないところが8県になりました。はい、今回の旅行で2県行ったので、やっと1桁台になりました。の未踏の地がね。で、行ったことのない県に行って感じることっていうかね、なんだろう、この温かい気持ちになるのは、こう実感が増えていくようなね、そんな感じが回り、あとは実感が増えるというよりも、実家に戻ったみたいなね、はい、新しい地なのに、あ、なんかただいまという感覚もあり、そのね、その土地を訪ねることで私の中に広がる温かい思いっていうのも、これもね旅の楽しみの一つで、だから今回はまた2つの県の実家が増えたというね結末にもなったわけですが、では昨日の続きからね、高速バスにね乗り込んだところで昨日の話は終わったのですが、松山、正確には大街道というバス停から高知までのねバス旅行が始まりました。で、高速バスに乗った瞬間ね、私は達成感っていうかね、あ、とうとう乗ったんだ、もうこのまま乗っていれば高知までこのバスが運んでくれるという、そのねなんか達成感と嬉しさとなんか期待みたいな気持ちがで満たされていて、なんか酔ったらどうしようとかっていうね体調の心配はね、まあ、ほぼゼロで、あ、大丈夫、もう高速バスだったら私は大丈夫という思いの方が勝っていたので、でも直前までね迷っていた自分もあり、その迷いがこうやっと吹っ切れて乗ったという爽やかな思いで乗車しました。で、そのねバスに乗る時にね、同じ停留所にお母さんと3歳くらいの男の子の親子がいて、この親子は同じバスに乗るのかなっていうね、ちょっと不思議な思いがあり、でも乗ってたんですよね。で、途中なんか男の子がバスの中で歌を歌ったりしていて、どこまで行くんだろう、途中で降りるのかなとかね、だから私の価値観の中には3歳の男の子がそんな2時間20分もそんな長距離バスに乗るのは過酷っていうか、乗れないのではないかなというね、はい、なんか私の中の価値観があり、で、途中静かになったので、もう降りたのかなと思ったら、最後まで乗っていました。お昼寝してたのかもしれないですね。で、ここで衝撃っていうか、こんなちっちゃい男の子も高速バスで2時間以上乗れるんだなら、大人の私が乗れないわけがないっていうか、乗れて当然みたいなね、ちょっとそこも、うん、新鮮な驚きであり、で、その乗車してからですね、はい、松山から高知に至るそのバスの道っていうのはもう 99% 山道でした。はい、で、まあ、天気は最高で、まだ天気がね最高の日を私は選んで旅行し旅だったのですが、もうこれ以上ないくらいの5月の爽やかな天候で、でバスから見える景色はこう風にね緑が揺れてるわけです。で、見えるものはもう山々、はい、だから山々の中を
こう爽やかな緑の中をバスがこう駆け抜けていくという、まあ、バスドライブですね。あのバスに乗ることは苦痛という観念しかなかったのですが、いやいやこれはあの自分では行けない山道をドライブしているんだというすごく贅沢な時間なのだということに改めて気づき、でもね眠たい反面ね、やっぱり旅ってちょっと高揚してて熟睡はできてないんですよね。で眠っていればいいものの、もう窓のね外の景色を見ずにはいられないという、もう軽い興奮がずっと続いていて、だからねその高速道路っていうのは、あこれ山を切り開いて作ったんだなってことが分かり、あとはそれだけでも突破できないところはトンネルなわけですよね。だからトンネル山道トンネル山道で、もう周りは全部山で、その山並みを見ているだけでも気持ちいいし、目に飛び込んでくる緑もまた気持ちいいというね。で5月の風がそよいでいて、風に揺れる木々を見ながら、もう2時間20分がね夢のような時間で過ぎ去りましたというバスタイムで、なので私はもう完全に高速バスは乗れる、少なくとも2時間以上は乗ることができるという自信を得て、なので今後ねバスに乗る場面で私は2時間という数字を見ちゃうともう諦めてしまっていたのですが、2時間までだったらいけるというね自信を得て、これからの旅先でのオプションがすごくね広がりました。でその窓のね車窓はバスから見える車窓では、その山々の合間に時々集落が見えるんですよね。10軒くらいが固まっているエリアとか、あとはポツンと1軒だけ割合新しい家が建ってた、建ってたりして、ここに暮らしている人がいる。でその人たちはね、なんかどういう価値観で暮らしているっていういるのかなっていうか、都会暮らしが長かった私はすっかりこの都会の様式にもう汚染されてしまっていて、それ以外のオプションがなかなかこう考えつかずに、その山の中にポツンと一軒家に一軒家にね住んでる人は、買い物どうするんだろう、まあ、車で行くんだろうな、でも周りにお店もなさそうだしとか、あとは仕事をどうしているのだろうかとかねいろいろな思いがいたり、でも今は若者が都会から田舎に移り住むという現象が続いてるらしいです。はい、一頃はもう田舎から都会に大都会にね、大阪とか東京名古屋の大都会を若者が目指すという流れが今はね逆方向に流れていると聞き、でもしかしたらこういう山中にも若者たちが住み始めているのかとかね。はい、でも日本っていうのはこの国土に占める山の割合がもうほとんどなのだなということが改めて分かり、だから盆地とか平地の狭いエリアに人が密集しているわけですよね。はい、そんなね日本の地形を改めて知るとともに、この山々のこう見事さとね、自然の見事さ、あとはそこでもう緑のエネルギーをもらって、その松山高知館を十分に堪能しましたという、はい、今日はですねバス旅行の話、あとはね高知について、その桂浜という海に行くのにそれもバスが必要だったんですよね。40分間で、私は高速バスに乗る前に高知に行っても2時間20分の
バス旅行のあとまた40分のバスに耐えられるかとか その心配もあったのですが、はい、そちらも全然 OK で、その時もね、高知から桂浜のバスの中にもまたお母さんと3歳くらいの男の子がいて、あれこれさっきの親子かなと思うくらい似た雰囲気の親子 で、その男の子もね、もうそろそろ着いてもいいんじゃないのとか、最後の方ちょっと飽きてたのですが、40分間、ちゃんとね乗っていられました。はい、なので、大人の私はもうバスは少なくとも西川は大丈夫という、結論が得られた旅でした。はい、そろそろねバス旅行の話はこれで終了です。はい、最後までご視聴いただきアンカトー、また話します。ではまた、バイバーイ。